しびれください。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており今は私不正を行っている。善を行う者はいない。神は天から人の子らを見下ろして、神を尋ね求める悟りのある者がいるかどうかをご覧になった。彼らは皆背き去り、誰も彼も腐り果てて、彼らはパンを食らうように私の民を食らい、神を呼び求めようとはしない。見よ、彼らが恐れのないところでいかに恐れたかを、それは神があなたに対して地を張る者の骨を巻き散らされたからだ。あなたは彼らを恥ずかしめた。それは神が彼らを捨てられたからだ。アイスラエルの救いがシオンから降るように、神が見民の安永を元通りにされるとき、ヤコブは楽しめ、イスラエルは喜べ。足かせ
ち切られてゆく。たとえ人の目に不可能でも、奇跡の扉は開かれてる。だから主の勝利、圧倒的な勝利を見る。主の御業、主の力、神の栄光を見る。最後まで主の言葉に従い続けよ。頼む必ず主の言葉の勝ち、主の勝利、圧倒的な勝利を見る。主の御業、主の力、神の栄光を見る。最後まで主の言葉に従い続けよ。頼む必ず主の言葉主の勝利、圧倒的な勝利を見る。主の御業、主の力、神の栄光を見る。力は主の
無駄なことに力を使ってはなりません。あなたとは私の導くこと、私があなたの前に置くことに力を使っていきなさい。私はあなたを祝福し、勝利を与えるとともに、さらに最善へと導いていこうとしなさいます。この開拓当時のこの聖霊のこの湧き水というのは、すでに今あの流れの中では大河のようにその聖霊の流れは流れ始め、さらにいくつものこの支流に分かれて流れ始めていると述べれます。この聖霊の導きに従い、御心のみを行っていきなさいと述べれます。さらにこのリバイバルの流れは始まっていることを覚えなさい。忠実に行う中で、あなた方はさらに水かさが増し、また私の力強い流れが流れ始めるのを見ていくであろうと知らされます。このインターネットの働きを通し、このオンライン礼拝はあらゆる言語でこの通訳がなされるようになっていくと知られます。その中でこの開拓当初にこの世界宣教を語られていた主の言葉の豊かさというのが、インターネットの働きを通してさらにその高さ、深さ、長さ、広さというのは展開していくと言われます。このインターネットの働きを私が用いることによって、既にあなた方が成した海外宣教の数倍、また10倍、数十倍の働きへと発展していくのを見るであろうとおっしゃいます。このあらゆる民族、言語、国民、国語の者たちを私はこの救いへと導いているとしか言われます。特にこの東京アンティオク教会はセンターとしてのこの教会としての霊的な責任があり、主の御心をこのリバイバルにおいて、五大陸すべてにおいての福音宣教を進めていきなさいとしか言われます。マラナタ。お座りください。聖餐式を行います。聖餐式とはイエスの死を告げ知らせるものであります。この教会ではどこの教会の所属の方でも、イエス様を信じ、そして洗礼を受けられた方、また洗礼を望んでおられる方々にはこの式に加わることをお勧めしております。またインターネットで礼拝に加われている方々の中で、イエス様を信じ洗礼を受けられた方、聖餐を洗礼を望んでおられる方々もぜひこの式に加わってください。またインターネットの方はご自分でパンとブドウ酒、ブドウジュースを用意して参加していただきたいと思います。お祈りをいたします。天の様、このパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福してください。またインターネットの方々のパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福してください。一人一人のうちに生産の豊かな奇跡と恵みと力を
と命を与えてくださり、あなたの栄光を表してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは共にお祈りしたいと思います。もし心の中に罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。これらの祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。
イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、彼らに与えて言われた、取りなさい、これは私の体です。キリストの体をいただきましょう。イエスは彼らに言われた、これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。キリストの血をいただきましょう。それではお願いします。天の様、この聖餐の恵みをありがとうございます。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。それでは献金の時を持ちます。Hallelujah.
宮下牧師お祈りください。愛する天のお父様、あなたが私たちの必要をご存知であられ、また満たしてくださる神であることを心から感謝いたします。今私たちは御前に献金をお捧げいたしました。主よ、どうぞこの献金をあなたが受け取ってくださり、清めてくださって、あなたご自身の働きのために豊かに祝福して用いてくださるようにお願いをいたします。また今日お捧げになったお一人一人の上に主の豊かな霊的な祝福、また実際的な祝福がありますようにお願いをいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。マルコの福音書の11章を開いてください。